にちは、ミートです。では風の試練を受けちゃうんだぜ。良い眼差しです。現実師としての身構えがなってきたようですね。前回の課題であなたは土の力を知りました。今回は風の力について知ってもらいましょう。動物森林フルフラワー養蜂場の同志ウルヒューに教えを求める会。彼女は風の精霊の声を聞く良い耳を持っています。若くとも優秀な幻術師です。あなたが風の力を知るために良い課題を与えてくれることでしょう。はい、エル、どこ？ここ。私今どこ？ここさ、ここにピョンって飛んだら早いんだな。どうぜ。飛んじゃったぜ。で、これチョコボ乗れる？乗れるじゃん。え、なになに？なんかまたビヨンビヨンって。めっちゃ戦ってるんだけど。この辺じゃない？人がいるの。なんとかして。なんとかさんは？なんとかさん。うる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 うう。あ、隠れず。よし、話ししよう。私がウルフィーですが、ああ、あなたが新しい同胞ですね。え、スミヤン様から話を聞いていますよ。私のもとを訪れたということは、風について教えを受けるよう言われたのですね。さて、どうしましょうか。実は私も同志になったばかり、後輩を導くのは初めてなのです。あ、いい課題がありました。神津桟橋の東に小さな泉があります。そこでハニービースウォームを退治してください。ただの魔物退治ではありませんよ。これも風を知るための課題なのです。倒しに行くです。ここね、これ、あ、これは違う。え、これ？これだよね。ここだね。あれ？なんか違うくない？違うくない？こっちあってんの？なんか違うくない？あって大丈夫？だって向こうだよ。ここ入っちゃダメだった。でもさ、あっち行けなくなく、あ、ここか。で、戦う。
この辺、ここはい、ジーシータおかえりなさい。ハニービースワームを退治してきましたね。実はあの辺り、本来ならばハニービースワームは寄りつかぬ場所なのです。彼らの糧となる花が咲いていませんから。ところが何かの原因で風向きが狂い、魔物が誘い込まれてしまった。それが何かわかるでしょうか。それは毒性のよどみ、風の流れがよどみによってねじ曲げられてしまっています。もう一度過密桟橋の近くの泉に行き、周囲で風のよどみを探してみてください。そしてあなたの現実でこれを浄化してくるのです。おかい、おかいチョコボ。この辺、あ、なんかピカピカ。水だよ、ここ。はい、戦います。あ、待って、戦う前にあれ、戦いのに変えるの忘れてた。ちょっと待って。あ、減る？減る？減る？ちょっと待って。大丈夫？減る？何、大丈夫？これでこう、これで。見事でした。風のよどみを浄化できましたね。フルフラワー養蜂場に来てください。待っていますよ。一緒に帰ったらいいじゃん。一緒に帰ったらよかったです。帰ったら迷子になる。あ？あ、おかえりなさい。私の甘い判断であなたを危険にさらしてしまいました。しまいすみません。ですが、よどみが深刻だった分、学びも多かったことでしょう。風そのものとの戦い、何を感じましたか？風は土ほど大きな破壊力はありません。しかし薄く無数に刻まれた傷は、小さいながらも長い間受けた者の身を何見ます。それがどれほどの痛みなのか、風の傷をその身に直接刻むことで実感できたでしょう。風はどこにでも吹いています。異国の空の下でも肌に風を感じるたび、今回マダンが風の力を思い出してください。それにしても近頃よどみに出くわすことが増えている気がする。何か気になります。森に良くないことが起きているのです。冒険者のあなたならばとは思いますが、どうかお気をつけください。それでは私からの指導は終わりです。現実シギルデに戻り、エ・スミアンさんにお知らせください。はい、帰る。ここに乗って帰ります。帰り道こっちで合ってるよ。ここになんかがビョビョンがあるけど、このビョビョンで帰れる。これは違う？で合ってる。
これでお家帰れるよね。お家の場所間違ってる？間違ってないよね。門って書いてあるから、そう、いいよね。あれ、こんなの見たっけ？あってるっぽい。でも入った。おうち、おうちじゃないけど、で、そこに違う、こっち。ここまで来ればね。お帰りなさい。無事風の力を学ぶ務めを終えたようですね。はい。地と風、学んだ力を完全に理解するには少し時間がかかるかもしれない。しかし焦ることはない。事前を知ろうとする姿勢があれば、必ず自然もあなたに応えてくれるでしょう。今度は風の修行、ご苦労なことね。あ、シルフィーちゃん、そんなことしなくても現実は使えるわ。癒すことも治すこともできるわ。自然と現実は決して切り離せない、と教えたはずです。また課題を放り出してきたのですね、シルフィー。あなたがうなずくまで何度でも言いましょう。事前を知らぬまま現実を使えば、いつか。だって必要ないもの。お母さんは自然なんて学ばなかったけど、たくさんの人を癒して、たくさん感謝をもらっていたわ。だから私は、現実師ギルドにも所属しなかった。お母さんと同じ風に現実を学んで、すごい現実師になってみせる。ねえ、それより、スミ様、聞いて。私とうとう、レイズの魔法も使えるようになったのよ。まさか、あなたは、なんてことを。その魔法を使ってはなりません。もし使えば、あなたから現術師の名を剥奪します。なんで怒るの？別に誰かを傷つけてるわけじゃないのに。それではダメなのですよ、シルフィー。すみません、お見苦しいところをお見せして。彼女の亡き母親もまた現術師だったので、そしてシルフィーと地区、回復の魔法しか使えなかった。彼女はその背中をずっと追っているのです。事前の力を借り、体を癒す、それはそれで稀有な才能かもしれません。ですが、やはり正しい現実とは言えない。本来そんな方法ではレイズなど使えるはずもないのです。このままでは彼女の母のように。
弟子一人悟せないようでは、私もまだまだ未熟者ですね。今回の教えはこれで終わりとしましょう。あなたに力を与えてくれる自然への感謝を夢夢忘れてはいけませんよ。はい。ああ、そうです。あなたにお伝えすることがあったのでした。何？これまでの三度の務めに真摯に取り組んだあなたの姿勢を認め、他のギルドにて術を学ぶことを許可しましょう。ほう。グリダニアなら、道術、弓術の他に、川細工や木工、園芸なども学ぶことができます。視野を広げ、知識を深めることはとても大切です。が、一つの術をきちんと学びきることもまた同様。私はまず、あなたが選んだこの現実をきちんとやり遂げていただきたいと考えています。焦ることはありません。あなたは着実に歩みを進む。他の術を学ぶのはそれからでも決して遅くはないでしょう。では、あなたが学んだことを胸に、さらに現術師としての経験を積んでおいでなさい。風はあなたに囁いている。その意味をお忘れなきように。はーい。クラス戦地が解放されました。他のクラスのギルドを訪れ、受付に話しかけると、新たなクラスを習得するためのクエストが発行されます。エオルゼアには様々なクラスが存在します。まずは現在学んでいる現術について熟知し、その上で他のクラスを学ぶとより理解が深まるでしょう。はい。はい。コンプリート。クラスチェンジ解放。ギアセット。活用方法。新しいギアセットを入手しました。ギアセットを利用すると、あらかじめ登録しておいた装備品をまとめて装着することができます。クラスチェンジを行う際は、ギアセットを、あ、なるほどね。違うやつになったら、あれだ、準備が違うってこと。ギアセットへの装備品の登録は、キャラクターから行います。プラスボタンを選択すると、現在装備している装備品一式がギアセットとして登録されます。各クラス用装備やおしゃれ用装備など自由にギアセットを作成。キャラクター？キャラクター、マイキャラクター。え？ギア、あ、これか。ギアセットリスト、これでさ、これでいいってことね。これさ、どれかやりたい。でもまあ徐々に。あ、これとかさ、直さないとさ、ダメっぽくない？これ。まあいいや、徐々にしていきましょう。とりあえず今日はこの辺で、エスミアンさんがまたなんか言おうとしてるから、次はこのやつ、次はこれ、次のでいきます。では、まあ。